マメルリハグリーンとマメルリハブリュー。最近すっかり羽が伸びてきました。それに伴ってカゴから出すと自由に飛ぶ機会が以前より増えてきています。カラーボックスの裏など手が届きづらい場所に行ったことを考えると、定期的に鳥たちの羽を切っています。鳥たちにも私にも両者にとってメリットがあると私は解釈しています。2022年7月に文鳥の爪切りと羽切りの動画をアップしましたが、その時肝心なところでカメラの録画ボタンを押し忘れてしまいました。今回のマメルリハたちの羽切りの際にはしっかり録画ボタンを確認し、両羽ともに羽切りの画面を録画できました。では両羽の羽の具合を見てみます。この動画は少し前に撮ったので羽切りの時はさらに伸びています。私は羽を切ることを前提に普段のコミュニケーションでこのように羽を広げることを羽切りの予行演習のつもりでいます。購入当時は羽を広げることがかなり嫌いでしたが、毎日練習することで嫌がり具合がかなり減ってきています。続いてマメルリハグリーンです。こちらも撮影は少し前です。羽の量は少ないですが、現在長さはこの動画と同じくらいです。ブルーとグリーンではブルーの方が自分で飛ぶ頻度が多いです。このグリーンはびっくりした時に飛んでいく程度です。こんな感じでマメルリハブルーは飛んでいきます。うまい。ではマメルリハブルーからダイソーの100円バサミで躊躇なく大胆に一気に切ります。外側の1本だけは残します。よろしくお願いします。右側の羽を切るときは自分の持ち手とカメラアングルに窮屈さがあり、切っている場面がフレームから少し切れてしまいました。今度は左側の羽です。外側の1本を残すのは羽を閉じた時の見栄えのためだけです。次にマメルリハグリーンの番です。やはり右側の羽切りで私が戸惑っています。左側の羽、カット中。一番外側の羽も一気に切るのであればさらに大胆に羽を切れるのですが、私は羽を切ってすっきりしました。しかし当のマメルリハたちは飛ぼうとしてもボトッと下に落ち、羽繕いをしてもなんとなく違う、そんな戸惑いはあったようです。しかし数日もすれば何事もなかったかのように過ごしています。羽を切る時でも少しは嫌がっていましたが、私の指を本気噛みするようなこともなく無事終了しました。羽を切る感覚は特に決めていません。かなり飛べるようになってきた時はキリドキとしています。その時のためにこれからも毎日羽を広げる練習をしていきます。羽切りはそうめったにないことですから。次に羽を切るのはウロコインコダイナップル。お前は
いいな。